BS 漫画やわ。はい、こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合う BS 漫画やわ、司会の大木孝弘です。ささみあいです。昨日は和歌山のね、先週土曜日の重きの応援会で ね、どうでした、見てて。なんかやっぱりテレビの前で漫画やわ見てるの不思議ですよね。人ごとみたいにして見たら。パックしながら見ちゃった。はい、今日はね、まあ、続けていいや、ランプやってもいいや、はい、じゃあ今回のラインナップ紹介したいと思います。昨日、公開録画でしたね、藤子不二雄漫画道、そして今夜から生放送になりますサイモン・フミ東京ラブストーリー、明日ハロルド作石ベック、あさって作画カリブマレー、ごめんなさい、原作カリブマレー作画田中明夫ボーダーとなっています。はい、はい、カリブさんが書いたらやることになります。違いました、はいはい。というわけで、今日のゲストをご紹介したいと思います。はい、今夜のゲストは高見京子さん、生島淳さんです。どうぞ。お願いします。いらっしゃいませ。どうも、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。高見さん、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。岡崎京子の時でしたってね。そうです、随分前ですけど、もう何年前ですからね、もう100何回やってますからね。何年前、2回目ぐらいだったと思います。そうですよ、はい、最初ぐらいでしたよね。はい、はい、今日はもう東京ラブストーリーということなんですけども、当時高見さんやっぱこれどっちかというとドラマですか。ドラマですね。やっぱりそういう人多いでしょうね。もうドラマ全部、うん、それでビデオでも借りてまだ見てますね。18年、9年、90年ぐらいという感じですよね。はい、じゃあその辺の話、今日はよろしくお願いいたします。でスポーツライター生島淳さんです。よろしくお願いします。初めてですけどね、はい、矢はよく見ていただいてるそうで。そうですね、明日石川淳さんのホームページに、はい、今日のゲストは役立たずだったなって、ね、書かれるのが怖いですね。正直そんなことよく分かってる方です。今日はでも完治のキャラクターで来たんですよね。完治なんですか。いや、そんなことないです、ね、東京ラブストーリーやっぱよくお読みになってたそうで。学生の3年の時から連載が始まって、はい、就職する年までかな。ど真ん中ですね。うん、なんか必要としてましたね、当時はね。必要としてた、教科書直撃されたわけですね。うん、そうですね。うん、じゃあその辺も含めて、はい、よろしくお願いします。どうぞあちらの方に、お席の方へ。どうぞ。もったいつけないとっと抜け出せ。はい、それではレギュラーの皆さん紹介したいと思います。漫画家の石川淳さんです。はい、どうもこんばんは。いやー、明日ホームページ書きにくいな。書くつもりだったんですよ。よろしくお願いします。いや、俺もね、はいはい、昨日見たやん。自分で、はい、どうでした。やっぱりなんか変だよな。不思議ですよね。スタジオ行かなきゃとか思っちゃうよ。やってるよみたいな。そうそう、生放送のはずだけどなって思っちゃうよね。昨日は白石川でしたからね。今日も白ですか。あ、まあいいや、ね、はい、よろしくお願いします。はい、続いて作家の岡田斗司夫さんです。どうもこんばんは。俺もね、昨日見たんですよ。うん、どうでした。あのね、漫画やはね、生で見るの初めて。そうなの。でね、うん、初めてだったけどね、うん、俺なんかね、どうも失敗してるみたい今。あ、何。なんかね、もう昔から顔が怖いって言われてたから、うん、だから高校の時に生徒会室入った時に、なんか生徒会室の初期の女の子が俺の顔見て泣き出したから、超怖いって言われてたから、それすごい。あ、笑顔で行かなきゃと思ったんだけどね、うん、テレビで見る自分の笑顔がね、どうも、なんか嘘くさい。あそうで、今日からちょっとチェンジして、そんなもん、そう、あんまり笑顔でなくて、もういいやと思って。だから時々ことを意識してたのか。自己判定。いやー、なんかそれぐらいしないと見てる人不愉快かなと思ったんだけど、嘘くさい笑顔の方が不愉快だな。俺見てて嫌だった。今頃反省してる岡田さんですよ。はい、8年もやってる。8年もやってるもんね。君子表現すなんだよ。今日も笑顔で、はい、よろしくお願いします。心がないよ君は。漫画コラムニストの夏目久之助さんです。はい、こんばんは。僕はよくですね、周りの知り合いから、夏目さんはテレビ出ても同じだよねって言われるんですけど、ここのレギュラーみんなそうです。あんまり変わらないんですね。まるっきり同じ地べたで放送しているので、だいたい緊張感ないしね。だからあんまり考えてもしょうがないんじゃないかと。はい、というわけで、じゃあ、はい、じゃあ今夜取り上げる作品こちらです。はい、はい、東京ラブストーリーです。はい、1988年からビッグコミックスピリッツで連載されました。作者のプロフィールと作品のストーリーを VTR でご覧ください。はい、作者のサイモン・フミは徳島生まれ。蜘蛛男踏ん張るでデビュー後、数々の賞を受賞。独特の日常観察から来る描写で、コミック界のニューウェーブと注目された作家です。
京ラブストーリーは連載当時登場人物と同世代の読者から圧倒的な共感を受けドラマ化もされました。舞台は目まぐるしく変貌を遂げる大都会東京です。愛媛から上京し慣れない暮らしや社会人生活に戸惑う長尾寛治、通称寛治。寛治にはずっと思い続けてきた人がいました。高校の同級生で幼稚園の先生をしている関口里美です。一方、寛治の友人で高校の同級生三上健一は医大に通いながら華やかな女性関係を続けていきます。やがて三上と里美はお互いに惹かれ合い一緒に暮らすようになります。それでも寛治は安らぎを与えてくれる里美への気持ちを捨てることはできませんでした。しかし寛治は次第に一人の女性に強い魅力を感じていきます。それが自由奔放に生きる赤名里香でした。寛治は気まぐれな里香の行動に振り回されながらもストレートに感情をぶつけてくる里香から目が離せなくなっていきます。家庭的な里美と自由に生きる里香、対照的な二人の間で揺れ動く寛治。そして寛治は魅力的でありながら捉えどころのない赤名里香が実は東京そのものであることに気づいていきます。そして関口里美へと心を傾けていくのです。大都会に生きる男女の恋愛を切なくリアルに描いた東京ラブストーリー、女性の心理を男性にぶつけたサイモン・フミの代表作の一つです。BS 漫画やわでは皆さんからのご意見を募集しています。好きなキャラクターや場面、作品にまつわるエピソード、番組への感想などどんどん送ってください。今回はですね、ファックス番号がいつもと違います。0354556010 0354556010です。ホームページのアドレスが www.nhk.or.jp/漫画/となっています。携帯電話からも受け付けています。その場合は、K を後ろにつけてください。それでは番組へ、お送りする際はアドレスなどお間違いないようによろしくお願いします。では早速届いているもの、紹介します。デスロックさんからいただきました。リアルタイムで読んでいました。当時女の子同士で集まると次の展開はと盛り上がっていたのを懐かしく思い出しました。主人公たちとあまり年代が違わなかったので、単に漫画の話というだけでなく、いつか自分の身にも起きるかもしれない話と捉えている子が多かったように思います。それからひまわり883さんからいただきました。当時高校生の私としては男子校の寮生活時代にこの漫画にハマり、登場するキャラクター、シチュエーション、例外全てに憧れを持ち、卒業後東京という場所に行けば素敵な出会いがあると信じていました。そんな私は未だに独身です。ありがとうございます。それからギチさんからいただきました。見た後にコミックとして読み返し、テレビドラマとして見た後にコミックとして読みました。ああそうなんだと納得してしまったり、あの時の自分を振り返ったりします。もうあのような時間は帰ってこないと分かっているのですが、帰れるものならば帰りたい。今は本棚の隅に静かにあります、というメールです。以上です。大月さん、はい、里見ご苦労里見なんだ。ね、愛ちゃん関口里美になりたかったと抜かし上がりましてね、なりたかったっていうかね、うん、やっぱ鹿児島女としてはあれが理想かなって思うじゃないですか。だったのね、うん、はい、わかりました。というわけで、なぜか今日ファックス来ないね。ね、少ないんです、ね、みんな固唾を飲んで見守ってんじゃないかという感じもしないでもないですけども、はい、高見さん、やっぱじゃあ、はい、唇切っていただきましょう。当時これ雑誌で読んでました。これスピリッツなんですけど、
あのね、漫画の方も少し読んでたんですけど、やっぱりドラマの方がすごく印象が強くて、うん、テレビですよね。そうですね、今回よ、うん、きっちり読み直したんですよ、これを、うんうん、そしたらドラマよりも数段ハマ、うん、ったっていうか、いい感じ。私の中では冬ソナの次ぐらいに、冬ソナの次、あの純愛っていうか、あのハマってますね。結構で、その頃ドラマもそうだったけれども、赤名里香っていう主役の女の子がの生き方とか、あとその里見とか、あと男の子の登場人物とか、大して別にあんまり、うん、ドラマとしては面白いけれども、一人一人のことはどうかあんまり思わなかったんですけど、うん、今結婚して子供がいて落ち着いてね、新たに恋愛のことを考えたりするときには、うんうん、結構一人一人の登場人物が結構来ましたね。ドラマとやっぱ別物だと、うん、だからよ、この3冊読んでる間も、うん、ドラマの時の主役の人、鈴木保奈美さんを忘れるのにすごい時間かかった。だからやっぱイメージ強い。 3ページごとに保奈美じゃない保奈美じゃないっていうあっち行けと、違う保奈美さん保奈美さんでよかったんだけどだけど、私の中の赤名里香は保奈美さんではなかった。なるほど。だからあんな美人じゃ赤名里香は務まらないっていうような印象が、うんうん、おいおいまた、うん、分かりました。うん、で生島さん、はい、必要としてた、うん、当時で今回、まあ、本棚をひっくり返したわけですよ、はいはいはい、そしたら出てくる、驚いたことに、うん、全部初版。で、要は、まあ、連載でも読んで、うん、初版でも買うぐらい何か必要としてたんだなと思ってたんですが、 ある時突然初版が消える。 ある時期から、ある時期から。なんでですか？うん、子供が生まれてから必要としなくなっちゃったんですよ。じゃあ結婚してからはまだ必要だったんですか？一時期。あだから恋愛から、まあ、結婚っていうのは、まあ、岡田さんが本で書いてますけど、はいはい、まあ、幸せな家庭のゴールデンロードっていうのがまだ当時きっちりあった時代だったと思うんで、それのまあちょっと教科書的に、当時はですよ、ちょっとそれ今言うのも恥ずかしいんですけど、そういう読み方をしてたんだろうなっていう風に自己分析するとね、書体持つ時じゃあこれ持って向こう入りしたってことですよね。そうです。なんですかその間は。でまだ大事に持ってんだよね。でまあやっぱり想定がちょっと高いじゃないですか。はいはいはい、はい、でもまあ数々の粛清を乗り越えてきた本だなというのは今回。奥さん、嫁さんの感想を聞きたいよね。そうそうそう、奥さん何つってます。今回まあひっくり返して読んだわけですよ。めめしかったんだねとね、一言ね一言言ってくれましたけどね。でも妻捨てなかっただけでも偉い。いや僕の本ですからこれ。な高見さんの捨てちゃうんですか。夫のものとかいない間に捨てたりしないの。そんなことしたら大変ですからね。やっぱり周りの友達なんかでもそれ、まあ、当時これ雑誌ですからね、うん、ハマってるやつ多かった。でスピリッツで、まあ、同級生からスピリッツだったと思うんですけども、そう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 、やっぱりね、女の子と漫画で話すことっていうのは稀だったんですけども、はい、サイモン・フミと当時だとノルウェーの森は例外かなっていう感じでしたね。それが話題になり得た。なり得た。恥ずかしいですね。いい友達関係ですね。いやいや、そんな自分で落ち着けなくて大丈夫ですから。いや本当、うん、必要としてたんだと思います。本当、うんね、その辺ちょっと、まあ、後でもうちょっと展開してほしいところありますけどね、うんうん、ノルウェーの森としかし一緒にするのはいかがなものですけど、あのそういうでもやっぱり流行りものですもんね。大学ではそういうのが流行りもので、当時 その流通物としてね、そうです、一応みんな読んでるという感じですよね。なんとなくクリストスはまだ違うってことです。随分上です。わかりました。全然上であっちの方が。すいません石川さん。え、何何その非難がましい。いや、非難じゃない。どうします。いやどう料理どうしますどう料理しますこれ。いや俺はね、うん、あのサイモン・フミはね、うん、あのデビューの頃、ヤングマガジンでデビューしてるんだけど、はい、あの頃同じ本で連載してたんだよ、はいはい、でまあ当時同じ枠でニューウェーブとかくくられてたうちの一人だったんだけど、うん、まあ、ニューウェーブの中じゃ彼女が一番若い子だったんだけどね、結構好きだったの、はい、これが元気です、ね、PS 元気です春平っていうのが ねこれが彼女のデビュー連載。可愛 いですね、うん、いいですよ本当に少年漫画でね、初々しくて、うん、あのね、今回ラブストーリーとこれと並行して読んでみたら、うん、画力はほとんど変わってないんだけどね。まあ手慣れただけで、全然絵はうまくなってなかったけど、この頃ね、新鮮だったの、うん、あのね、こう頭の中でこうこねくり回して作ったような話がね、うん、
こう理屈で作ったような話がすごく新鮮だったの。あの今までそういう書き方する人あんまりいなかったし、あの作り物すご明らかに作り物の話エソラごとみたいな話なの、あのこの新平もそうなんだけど、うん、でこんな話はねえよって話なんだけど、その作り事の話をうまく転がしててね、うん、あこいつ面白いなと思ってて、でもね、このその後もずっと続けて読んでいってると結局そこから出てない感じがするんだよ。ああ、はあはあ、このラブストーリー読んでてもなんか頭の中で作った話を転がしてるだけで、うん、登場人物はなんか類型的で陳腐な、うん、陳腐な造形、陳腐なストーリー、うん、陳腐な構成、うん、でお前まだこのとこにいるのとね俺はつい思ってしまうんで、この頃のこのラブストーリーとかこの辺がギリギリで、うん、この辺まではまだ読めたけど、この後になっちゃうともう俺読めないんだよね、石川さん的にはね、うん、あんなに初々しかったのにと思って。元気です順平もこれいわゆる山賀ですよね、うんうん、っていうことはその少年誌の土俵に女性が書いてるわけじゃないですか、少年誌、青年誌、ね、青年誌の土俵に、うん、それ当時としてはまだそんなにない例でしょう、うん、あれがなんだっけ、サンデーの高橋留美子と、うん、が少年誌、西門文が青年誌、やっぱ珍しかったよね、新鮮だったしね、そういうのが始まった頃ですよね。そうそう、あの女の視点を持ち込んだ、まあ、女してないけど、うんうん、それでも女の視点を持ち込んだっていうところはすごく新鮮だったし面白かった、うん、ただ持ち込んだだけで終わってしまったように俺は見えるね、うんうんうん、なるほどね。持ち込んだんだったらそれを使って何かやってくれよと思うんだけど、うん、まあちょっと俺としてはこの辺はあんまり、いや今回はあのアマゾンで1位になってとはあんまり言いたくないタイプの本だななるほど大方さんはこれあれですよね、うん、もうこれは教科書的にというか、教科書的というか、まあ、今回あれですよね、俺がプッシュしたようなもん、まあまあ最初から言ってましたからね、うんうん、だからあの西門文だったら PS 元気です俊平じゃないかって話はあったわけなんですけども、やっぱり僕ね、あの社会に与えた影響とかから考えたら東京ラブストーリーじゃないかなっていうのを思ったのが一つと、あとね、あの今回もう 7,8 年ぶりに最初から読み直したんですよ。で、赤なりかが魅力的に見えるはずだと思いながらね、うん、1話を見るとね、嫌な女なんですよ、うん、で、って思って1話2話読んだ時本当にびっくりした。この1巻の最初のね30ページか40ページ読んだ時本当に永遠嫌な女で、うん、あれこの女が俺確か最後は好きになってるはずなのに、うん、ダメだもう俺はもうダメなのかと思って一巻の最初の方を読んで、うん、最後まで読むとねやっぱ好きになってるんですよ。ああ3冊読むとね。そう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 、うん、だからこれはまああのスピリッツの連載の時ぐらいからなんか意識してたんですけども、あの恋愛に弱い男子、うん、男の読者に恋愛を教えてくれるという、うん、なんかね教養小説であるなと思ったんですよ、うん、見たい、みんなのリアクションがもうなんかもう結論をいただきましょういやつまり結局そので3巻まで通して読んで戻って見てみると、うん、1巻の3巻まで通して読んで大体1話に戻ってみるとね、赤なりかのキャラクターって動いてないんですよ、うん、ちゃんと、うん、あの最初から同じ赤なりかをやってるんだけども、1巻の時に嫌な女に見えるのをわざわざ3巻かけてこの女すごいんだっていう風に見せるように、うん、読者をこう連れて行ってくれる、うん、このね持っていき方がいいなと。でその石川さんがさっきおっしゃってたようなその弱点はあるわけですよ。その類型的だとかですね、絵がなんかこうもうヘラヘラだとかですね、それは僕もあると思いますし、あんまりその一枚絵で勝負するタイプの作家じゃないと思うんですけども、ただそういうの置いといても僕はこれのなんだろうな、恋愛のなんて言えばいいんだろうな、大宗教ロマンみたいな感じですか、そこら辺でえらい感動しましたよね。岡田さんはドラマ見てた、うん、あのテレビドラマ見てましたけどもね、うん、テレビドラマねこれをぬるくしたのでね、うん、見てられないんですよ、うん、なるほど、うん、あの所詮テレビドラマ用にこれの中に入ってる痛い部分を全部抜いて、うん、甘いお菓子にしてて、うん、ああテレビ見て東京ラブストーリー語ってるやつはふざけんなと思いますよね、うんうん、ここに一人ここに一人ふざけんな夏目さんはこれは、まあ、西門文さんというよりむしろこの作品自体どういうふうに捉えますかね。作品自体はやっぱりね、僕は世代的にもあまり入れないですよね、うん、もうすでにね多分質的にも入れないんですけど、うんうんうん、だってこれ88年でしょ、私は38歳なわけです、うん、で38歳でこれにハマるのはちょっと難しいかろうというのがあります。それでその、
ニューウェーブって言われてたのは70年代の後半で、うん、これは既存の流れじゃないという意味だから、うん、ニューウェーブそのものを規定することはできないね、うん、でだから石川純とサイモン・フミが一緒にいたぐらいのもんでさ、うん、乱暴だよね、変わったらねめちゃくちゃな感じで、だから新鮮は新鮮だったんですよ、うん、でだけどあのさっき石川さんが言ったあの見方っていうのは僕にもあるんだけど、うん、これは結局ある種漫画プロパーのような人たちの見方であってね、作家から見ると特にそうなわけで、それはありなんだけども、じゃあこの東京ラブストーリーないしサイモン・フミという作家を評価するとなると多分そういう評価軸ではできなくて、岡田さんが多分言ったような影響力とか売れたと、で特にこれテレビドラマのちょ何年かねちょっとタイムラグがあったような気がするけど、91年ですよね、さすが、うん、すごい白鸚堂テレビ実写のテレビドラマになってそれで相乗効果である影響力を持つっていうスタイルを多分この辺確立したのかなっていう気もするんですけど、でこれね香港なんかでその実写のテレビドラマが流行って、そうなんです東京ラブストーリー、うん、それで本が売れてるんですよ、で香港っていうのは少女漫画があまりないですね、その香港というのはカンフー漫画ばっかりなんで、うん、地元のものは、うん、でそこでその少女漫画ではないが女性漫画が爆発的に売れたというのは多分これあたりなんですよ、うん、でそういう影響力を持ったと、だからそういうことで考えるとですね、やっぱ世代読んでた人の世代の問題大きいような気がするんですね。それは香港で受けたというのは当然今おっしゃったみたいに少女漫画的土壌があってって話じゃないですよね、うん、別の要因で読まれてるわけですよね。そう、あと台湾でもヒットしてるはずですね、はい、2年前に私バリ島行ったらバリ島のエステのお姉さんが言ってました、東京ラブストーリーって言われたの、声かけられた、うん、声かけられたわけじゃないですけど、さとみって言われたなんだろう、いやこれはさ、俺は別にこの作品がいいとは全然思わないんだけど、はいはい、いやこれはね、受けるっていうのはいい悪いとはまた別の要素もある、うん、で、受けるからいいっていう言い方もある、うん、でこれは受けたからいい作品なんだよね、どこがいいのかっていうとね、多分分かりやすいってことだと思う、すごく人物の造形がティピカルじゃない、それもなんていうのかな、一人一人がこんなやつはいないよっていうようなティピカルさにこう際立ってるじゃない、やっぱ冬空なのかな、じゃあそういう意味で言うと、いや冬空の、ね、恋愛レベルって低いんですよ、うん、だからさっきも言ったようにこれ本当に教養小説だから、うんうん、そのなんだろう、感知のまず恋愛感がものすごいレベル低いでしょ、はい、最初から可もなく不可もない何も考えてない男の恋愛感で、うん、ただ単に自分の心の平安のために女がいるみたいなレベルにいて、うん、赤な何かぶつけられて、うん、もう最初からボスキャラと出会わされてだってもうレベル違うんだもん、そうそうそう、こっちはもういろんなアイテム持ってるんです、僕読むときね、うん、バトル漫画として結構読んでたんですよ、またそれかドラゴンボールとか同じように、いや本当にで、そのバトルものとして解釈するとすごい少年も漫画としても頭に入りやすいし、うん、あと、まあ、そのここの中に出てくる恋愛観ですごい特殊で、うん、一条ゆかりさんの恋愛漫画って恋愛って何かというと要するに駆け引きみたいなもんだっていうふうになるわけでしょ、うんうん、で牧村悟さんの恋愛漫画で何かというと恋愛っていうのは生き方なんだけども、それは女の職業込みのものよ、うん、ふうになるじゃないですか、この人そんな余分なことを言わずに、うん、この後で言うんですよ、うん、お仕事ですとかで急にね、恋愛よりもお仕事とか急に言うようになるんですけど、うんうんうん、この頃まではねまだねなんか恋愛を信じてた、うん、作者が絶対に、だからストイックにすごいなんかね恋愛モンスター赤名里香っていうのを作るのに成功したんです、まあ、ある種ね、ゴジラ心理教だよね、ゴジラですよゴジラ、本当にいや本当にね、このバトル漫画って正しいよね、すごく分かりやすい配置で分かりやすい話を作って、サイム・フミって、個性力あんまりないんだよ、ストーリー作るの下手なの、うん、でその分ね分かりやすい話を作るんだよ、うん、こう読んでて俺ね時々イライラする、うん、これ以降のものとか、はいはいはい、初期の頃は、まあ、それが持ち味だからいいんだけど、せっかく面白いネタなのに工夫がないっていうかね、うん、アイデアをそのまま使っちゃうんだよ生で、うん、例えば、ガムを駅ごとでガムを買う売店を見つけたら、うん、ってのあるじゃない、私のためにガムを買ってて、ね、私結構そこ好きですよ、そういうのそれね読んでてちょっと待ってくれよ、それでパラそうかいやそこ読んでてね、うん、あこれは結構いいネタだなと思ったんだけど、
債務不明はそれを全部セリフで書いちゃうんだよ。あー、ネームでね、うん、ここで見つけたら、売店で見つけたらガムを買ってねってセリフを言っちゃって、で男が買いにいちいち買いに行くとこをちゃんと書いて、その後で里見がこっちで行きごとにガム買ってくればその度に私を思い出す、全部セリフで書いちゃうんだよね、ナレーションとか。それはないだろうと俺も思う。多分ね、だから漫画表現というのに入ってる石川純としてはこれないだろうって思うわけでしょ。そうそう、だから、うんうん、ただ俺たちそうなんだよ、こう作品を表現として考えたいタイプは多分ね、これはひどいと思うんだけど、うんうん、読者は多分分かりやすいんだよ。いや逆に、ね、あと、うん、その視覚的なアイデアでいうとすごいいいわけでしょ、うんうん、その駅の売店見るとにガム買うっていうふうなことで、だからその映像の元ネタっていう言い方は変だけども、これコンテとして見たら、うんうん、例えばここから先これを漫画にするとか、さらにあと映像にするとかって考えたらすごいいいんですよ、うん、なんか見せ方も得てきたし、ドラマのスタッフがこれ読んでドラマにしたいと思ったんじゃないですか、うん、多分これを下敷きにして遂行していけばきっとこれはいけるなっていうのはあると思う。その遂行する前なんだよな。でも私今の40代とか、まあ、30代か40代でもう結婚しててちょっと恋愛遠ざかってる人はこれ読むと分かりやすくてやっぱ面白いと思う。タイムフミはだってさ、エアにレベルなんてないじゃない、それ言ってんのはまだ低いって感じがするんですよね、レベルっていうか経験値は当然あるわけじゃない、レベルの差はなくないとしてもさ、サイムフミは恋愛の競争とか なんだっけ、なんとかって言われてたりするじゃない、フーミンですよ、フーミン。俺の印象ではごく個人的な印象ではサイムフミはそんなに恋愛経験もなくて、多分男性経験も大したことはなくて、単に頭の中で作った憧れだけで書いてるんじゃないかなって。だから私が現役で若い時これ読んだ時に全然甘いなと思ったの、うんうん、でも今大人になって直に恋愛から離れてこれ読むと可愛くてしょうがない、うん、だからその辺が分かりやすくて入っていきやすいんだと思う。そうそうそう、だからね、僕ね、競争、恋愛教の競争っていうのを僕言えるなと逆に思ったんですよ、うん、それはね、石川さんが言うような恋愛の経験とかそういうの必要ないんですよ。どれぐらい信じてるかだけなんですよ、うんうん、その恋愛の信じ方ではすごい超一流なんですよ。だからなんだよね、うん、読者が入っていきやすいっていう面で、うん、多分きっと分かりやすいんだよね。それであとね、男の子の人物はすごいね、印象薄いんですよ、パンチもこっち髪髪も、うん、でもね、誰やってもいいような感じだよね。そうドラマにした時にこの中の誰かもやってるなんかね、三上なんか時々作者が思い出したように弱点出すわけですよ。なんか急にあ、そういえば三上弱点出しとくなきゃ読者に嫌われるみたいな感じでこう、うん、そういう意味でやっぱ男の人のことはプラモデルですか、知ってないなって感じがした。でも女の子はね、今赤名里香っていうようなタイプの人は、まあ、鈴木穂波さんじゃなかったとしても今誰か浮かべるって言ったら結構今多いんですよ、うんうん、いやでもね、この東京ラブストーリー以降作者はどんどん、ね、主人公を女性に持っていくじゃないですか、うん、そうすると分かりにくくなっちゃうんですね。だからこの頃そんな類型的であんまりキャラ立てがうまくなくても男性を主人公にしてるから、じゃあこの女性が言ってるセリフの意味何なんだとか切なさの意味何なんだというのを男性が一度考えるとワンクッション通ってるからね、とてつもなく分かりやすい漫画になってるんだけども、そう、うん、生島さんそうでした、女性主人公漫画がきつい当時、ね、今回読んで、うん、英字35っていうのは構造全く同じだなと思ったんですよね、うん、あ、はいはいはい、で照井美沙か、うん、赤七里香は、うん、別の作品ですね、本当に、うん、照井美沙と同じようなパターンになってて、うん、ただ男がねどんどんずるくなってるんですよね。ああ、そうなるほど。だから岡田さんおっしゃる通り、うん、女が主人公になってて、うん、男のねずるさとか、うん、嘘ついた時のバレた時の感じに対して、うん、サイモンさん本当に容赦がなくなってくるっていう感じで、だんだん島耕作に近くなってくるそれやっぱ人生経験の差だよね。それはずるい人と出会ったんじゃない出会ったのな、それそうそう、うん、いやそれはねずるい人と出会ったとかそういうんじゃなくてね、この人はねもう恋愛っていうのは、男にとって恋愛っていうのはなんか25、6歳ぐらいに一瞬発言する花みたいなもんで、桜の木の花みたいなもんで、その時にだけ男は恋愛できるんだけど、そこから以降の男は恋愛できないよとかっていうふうにもう絶望してるんですよ、うん、シンプルに言っちゃうと。今でもそうかな、うん、絶対そうだと思う、うん、だからその男がなんか恋愛するシーンって必ずその男は幼稚になるし、サイモン・フミ漫画の中ではいつもね、だからその、うん、読んでてまあ俺ら読んでて今の年でこれ読んでて、ああこれが美しいんだろうけども無理だわとかこう思っちゃうな、その辺、うん、でも男に対して諦めてますよ ね、 諦めてますよね。だって男はみんな同じなんだっけな、とみんな私から逃げ出すって理科に最後言わせて、うん、やっぱりもう絶望してるんですかね男に。でもまああれ読んだ時は心の中で逃げ出す逃げ出すっていうのとあといや俺逃げ出さないかもっていうのとか葛藤しながら読むじゃないですか、うんうん
どうするよ愛ちゃん。どうよさとみ。いや今日はこういう語りになるに決まってる。別にね、私いないもんこの中になりたい。ほらやっぱりいないだろ。カンチとかやればいいじゃん。どうやつね。あのこの漫画さ、あれ俺今回。債務不明はなぜ受けるのかっていうのを、考えながら読もうというテーマを持って読んだんだよ。それはね、1冊目の第1ページ目を見て、ああまあそういうことかもしれないなと思ったことがあってさ、この1話目の、最初の、表紙をめくった最初の見開きね、つまり4ページ目5ページ目、小池和夫のさ原作論とは明らかに違うんだよ。あのほら前にも言ったけどさ、小池和夫が小池和夫が言う正しい漫画の第1話の第1ページ目っていうのは、裸の女が銀座を走っているっていうシーンって言ってたじゃない、それまず読者がこれは何だろうと思わせる、で銀座だあのロングで引いてここはどこだっていうのは分かって、でどうこの2人、その女がどういう状況かっていうのはすぐ分かる、全部説明がついてなおかつ読者を引きつける、それが正しい導入部だ。それから考えるとね、この第1話の最初ってね、いきなりいい加減なビルが書いてあって、東京麹町って、いきなり文字で書いてある、でその次ドアが1枚書いてあってね、その後見開き顔しか続かないんだよ、でこの人たちが何者でどこにいるのかも分かんない、職業も分かんない、年齢も分かんない、これ小池和夫だったらさ怒るよ、怒るんだけど1回目だもんね、しかもこれね、多分ね小池和夫の、ね、読者論ってもうすでにこの88年だか9年だかで、この時点でもうすでにね、古くなってる、これはね今の多分読者にはこの方が分かりやすいんだろうなと思って俺読んだの、当時ね、すでにそう思ったわけですから、今に至るも多分そうだと思うんだけど、多分ね読者はこの人たちが何者かとかさ、働いてなくてもいいのよ、それはどうでもいいんだよね、会社もどうでもいいし、それ気にしてるのは各側なんだよ、とか編集者とかね、そう作家っていう意識を持った各側だけなんだよ、真面目に書こうという人がね、読者にとってはそれはどうでもいいかなかもしれないとね、思ったんだよな、赤野里香が水商売でも全然いいんですよね。なんかお店で知り合ってもそうね、僕はあれなんですよ、あのサイモンさんって言うと、そのサイモン不明になる前のほら賢吉名義で書いたこの作品とか結構僕馴染んでたから、その頃からの印象があるから余計にねズレがあって、このあと恋愛の教祖になったら愛せとかいっぱい出したじゃないですか、確かにあれも時代の産物なんだけども、民族資料としてはなんか読んじゃうんだけどもさ、でもその資質としてはやっぱ本当にメジャーに出る人じゃないと俺思ってたんですよ、だから当時はほら、サベアノマさんとか、ね、高野さんとか、あの辺と割と、まあ、くくりったら悪いけども、ああいう塊に出てきたわけですよ、当時のパフだったりするわけでしょ、同人誌ですよ、だから当時で言えばね、でそういう作品書いてたし、すごく内面的なさ、あのもう余計な偏差値持ち上がってお前はっていうのはそういう作品だったわけでしょ、それが結局その青年誌とかの方にバッといきなり出てきたんでびっくりした印象があるんですよね、基本的にニッチなわけですよね、そうなんですよと言って申し訳ないけど、ピンでその、まあ、作家性とかってめんどくさい話になってくるけど、だったらやっぱ俺サベさんの方がすごいなと思うんだけど、でも売れるんだよねこの人は、でそのことの自信っていうのはすごいんだろうなってやっぱ思って、そうなってくるとやっぱそのなんていうのかな、このトークラブストの読み方もさっき石川さんが演じても言ったけど、その売れて読まれた支持されたってことに何か秘密はあるんだろうなって思わざるを得ないところあるんですよね、漫画としてのクオリティって言ったら変なんですけども、コマ運びとかすごいぎこちないですよね、なんかこのだからそんなにね、その漫画屋的に漫画としてどうかっていう風に表現論として石川さんとか夏目さんが語るとすごい語りにくい作品になっちゃうんですよ、だからどうしても中身どうかっていう話でここら辺のなんかこうちょっと男の煮詰まった恋愛論みたいになっちゃうな、中身で語っちゃうとそっちになっちゃうし、表現論で語っちゃうとでも案外下手だよねとしか言いようがないところが、さっき冒頭のダイジェスト流れてるけど、これ日本昔話だよねって話したじゃないですか、そうだしてたんだね、おじいさんは山へしばかりにおばあさんは川へ、それと変わんないよねこれって話したんだけど、それある意味すごいことでね、でも読者には分かりやすくて入りやすいんですよ、でドラマにもおそらくしやすかったんだと思うんですよ、で恋愛したことない人がこれも恋愛なんだって思っちゃうっていうのが、だから当時赤なりかだったとしてどんどんファックス送ってきてほしいと思いますけどね、本当ないよね、もっとあるかと思ったんだけど、はい、というわけで、どうぞ夏目の目のコーナー行きたいと思います、はい、夏目さんお願いします。すでにもう言われてる通り語
かりにくいんですけどね。珍しく困ってます。これ一見して非常に駒が多いんですよ。で数えてみてもね、これ難しいんですが、これがねラストシーンなんですね。でラストシーン2コマしかないんです。でこの文庫3巻の中で、ページ2コマしかないページというのはこれともう一つしかありません。あとはそれ以上コマがあります。で見開きで展開しているというのは扉以外はないはずです。多分80年代あの後半の漫画としてはかなりコマ数が多いと思います。普通だいたい平均すると4から5コマだと思いますが、僕がちょっと数えた限りでは第1巻第1話はですね平均 8.9 コマありました。そのぐらいのレベルなんですね。で、ただこれが多分そのある種メロドラマに引き込む効果にもなったんだろうなというふうに思いながら読みましたけれども、もう一つ、図の2に行きます。1巻の264から265ページの見開きですけれども、このように非常にコマが多いんですが、実はですねこの横長のコマがかなり使われるんですね。でこれ横長のコマというのはご覧になれば分かりますけど、だいたい2人人が入る、あるいは複数人が入る。で そこで対話セリフありなしどちらか分かりませんが、対話のドラマが行われるという構成になります。それが横長のやりやすいわけですね。で縦長というのはご覧のように絵画でもそうですけど肖像系、個人を描く場合が多いということになります。で横長のコマで物語を進めることが多いんですが、それに加えて、1ページのコマが多いので、要するに背景とか白とかがあまり、使われないことになります。例えばここに、白い空白がありますが、これをもっと大きく取って、ページの半分とか3分の2とか使って余白を生かすというようなことはしていません。つまり、かなり徹底的にですね、対話のセリフとか、対話の状況だけを記号的に見せることで話が進みます。この辺が逆に言うとそのもうちょっと表現的にひねったものの方が我々語りやすいんですけど、語りにくいということになりますね。余韻のコマというのはね、余韻を意味するコマはありますが、画像そのもので余韻を作るコマというのは実はあんまりないんですよね。で結果どうなるかというと、ほとんどセリフの演出によるものになります。図の3、1巻の48から49ページですが、ここで出てくる、一例ですけれども、ここで、三上と完治をその里見が比較する時に、長尾君はそんな人じゃないものというセリフがありますね。こういうものですね。こういうセリフがごく当たり前なんですけれども、ストーリーを追っていくとこういうところで引っかかりどころが出てきます。長尾君は違う場合よねとかねいうところで、はっきり言うと読んでてちょっとイライラしてきますけどね。要するにこれ何をしているかというと、この里見というですね、一見かっこ理想かっこ、みたいな女性が実はカマトットであるということを言いたいんだと思いますが、その辺の心理的な触り感が出てくるんですね。さらに図の4、1巻の207ページですが、この辺でもうすでに三上と恋愛状態に入った里見が完治に向かって、友達いてねこれかまってバカ野郎みたいなことを言うわけですね。この辺もさっきと同じ触り感を出します。非常に典型的といえば典型的なんです。で別にどこといってこれは表現としてすごいっていうのは別にないんですが、これ見てイライラするということはある意味ハマってるわけですね。作者の手玉に取られてると言ってもいいんですが、この一つ一つ今出したセリフ、これ全体読んでいくとね、印象としてはねこれありえないじゃんっていう話はね感じるんですよ。しかし一つ一つこういうセリフ取ったらあるんです。あり得るんですよ。だからそこがうまいといえばうまいんですよ。つまりねありえないっていう全体をですね、部分はねあり得るもので構成してるんです。おそらくそこが分かりやすさであり引っかかりどころであり面白さなんだろうと
思います。でその里見と対照的なあの赤名理科ですが、図の52巻の252から253ページですが、ここで、まあ、あの赤名理科的な性格が前面に出てきますね。愛してるってことはどういうことかっていうのを、まあ、ここでも全部セリフで言ってくれるわけですね。で日が暮れたら全てを語って聞かせろとか、私が叫んだら真夜中でも車で駆けつけて来いとか、正義の味方みたいなあのことを言うわけですね。で24時間抱きしめてと、非常に過剰なんですね。じゃあこれ言わない、これを言う女性は世の中にいないのか、いるんですね。だからシチュエーションをありえないのかというふうに追い詰めていくと実はあり得るんです。でこの辺が面白いところです。でこの 左のページ行きますと、だから当然ですね、読者はここでは完治の気持ちになりますから、これまでここまで過剰に言われるとそんなのいねえよっていうわけです。つまり読者はそんなのいねえよ、ありえねえよっていうのをここで完治が言うわけですね。ところが私はできるわっていうわけですね。でここで引っかかるんです。で赤名理科は作中のフィクションの人物であるからできるというふうに一瞬これ読者は思うけど、実は赤名理科だってできるわけではないわけです。ただここで言えるのは完治がこの場合は常識であり、理科はそうではないということと、理科ならできるかもと思ってしまう読者の引っ掛け方と、本当はできないけどできると思い込むことが理科であるということなんです。でこの辺のね、なんかこう読みでね、いろんなことを読者に思わせてしまうんだろうと思うわけですね。で結局はですね、全体としてありえないかもしれない。だからそれは当然フィクションだからありえない、嘘なんですね。でその嘘をいかにありそうに重ねていって、部分で重ねていって、読者の中にあることとして作るかということで言えば、まあうまくできているということになります。でその結論が最後の図の6、最後というか、これはこの作品の出口ですね。理科は東京だったという話、まあ、しかし理科はアフリカ育ちなわけですから、アフリカが東京だったのかという話に、そういうツッコミを入れても意味はないんですけどね。ただ結局この当時青年の憧れというのが東京にあり、バブル期の東京にあり、それが理科であったと、バブルの嵐に、吹き飛ばされるような感じというのはよく出てると思います。言ってみれば東京というのは嘘であると、この物語の中では、で嘘と本当の境界線を歩くということの経験において、おそらく時代と世代に影響を与えたのじゃないかというような読み方を私はしました。以上です。はい、ありがとうございました。もう聞きながらこっちもカンカンガクガク言いながら大変なことに実は今あったんですけどね。ちょっとその前に、ファックスは、ファックスを、島根県美里さん16歳、16、漫画もドラマもすごく好きな話です。こんなに泣いた作品も数少ないです。私の中ではベストな漫画です。16、ほくろがないよ。ほくろはダメだよ、ほくろ入れてください、ね、つけなきゃいけない。はい、ななみちゃんもつけてんだから。松尾ピクシーさん、37歳、男性の方。はい、都会の大学へ行けば必ず彼女ができると幻想の中で過ごした4年間サイモン・フミにハマってました。結局田舎に帰り就職しましたが、若い頃少しでも都会で過ごした田舎の純情少年にとって、赤名理科はいつまでも都会への憧れそのものではないでしょうか。頑張れ、人生いいことある絶対。それから39歳夏さん、女性の方です。80年代半ばに大学生だった私には、ああ現実も大体こんな感じなんだよなと思わせられるものがありました。狭い仲間内でくっついたり離れたり、それに女性からキスやセックスを堂々とねだるようになったのもこの頃だったように思います。はい、嫌いでしたというタイトルが来てますね。それから水星さん、男性の方ですね、43歳。良くも悪くも80年代の話なんだなって思ってます。この時代って本当に幸せだったんだと思っています。本当にこんなしか来てないかも、選んでないかも。大丈夫か。さっき夏目さんの話の中で、その赤名理科のセリフ出てきじゃないですか、はい、愛するっていうのはこんなことだっていうやつ で夏目さんのがおっしゃったように、そのこのセリフを額面通り受け取る必要ないわけですよね。赤名理科はただ単に自分のことをこうだと思ってるんだぐらいでも構わないんだけど、大体この漫画嫌いな人っていうのはこれを額面通り受け取っちゃうことが割と多いんですけども、なんかね、僕さっきのシーン見てるとなんとなく4日目のボーダーを思い出しちゃいましてですね、ボーダーに出てくるセリフだって過剰じゃないですか、自分の内面から出てくるすごい過剰なもので、その過剰っていうものが自己評価と込みになって、なんかそれで
あのダメな人もいるし、それですごいハマる人も、うん、だからその ラブストーリーだからこれ恋愛もなって言うんですけど、僕はどっちかっていうと過剰な事故の魚し方みたいに見えてくるから、うん、ボーダーと東京ラブストーリーと同じようなところで、うん、それは今回のラインナップでそういう意味だと思いますよ、うんね、自意識漫画なんですよ、うん、本当そうだよね、うん、あのボーダーの方にちょっとインテリ匂いがするんでみんな騙されてるけど、実は同じだよな、いや意味、そういう意味じゃ僕も一緒だと思いますよ、うん、だからただそのさっきの話じゃないけど、本当にそのあかなりかが東京だったって言えた状況ってすごいじゃないですか。東京だよ。東京も困ると思うんだけど。困るわな。いやだから本当に地方の出張者のメンタリティ、まだこの時代で生きてたんだって改めて思って、近代文学だよねこれ、そういう意味で言うとね。東京三四郎だよ。ね、三四郎であり、東京っていうのはやっぱ現実ではなくて、うん、みんなが幻想で作ってたもんなんだから、こういう漫画が一緒になってこう作ってたわけですよ。東京ってこんなもんだっていう幻、うん、だからそれがおそらく最大限に最後膨れ切った状況で読まれたからリアルだったってなると思うんですよ、うん、最後のローマン派なんですね、うん、そうだね、まさにそうだね、うん、それをハマってたわけですね、うん、そうです。恥ずかしいなんかね、ちょっと漫画の中身の話でも3巻 の, この、うん、ラストシーンってあるじゃないですか、うん、このねラストシーンがねもう俺よく分かんなくて、よく分かんないっていうのも変なんですけど、一番最後、一番最後なんか分かり方、こんだけの漫画、これ赤なりかでも何でもない、これ漫画見てない人に分かりにくいと思うんですけども、後ろ姿で去っていく女性って別に赤なりかじゃないんですよね、うん、街であった、そう街であった、ただ普通の東京の女の子というだけなんですよ、うん、でこんなシーンをねラストに持ってくるのね、なんでかなと思ってたら、ここにあるこのテキストに、彼女に会ったらよろしく伝えてください、彼女はかつて僕が愛した女ですってあるじゃないですか、うん、これってあのサイモンとガーファンクルのスカボロフェアの、うん、一節なんですね、そうです、だからその、うん、サイモンとガーファンクルのあそこの部分をのテキストをラストに持ってきたいために、なんかこういう変なものをやっちゃったから、最後一コマちょっと余って、そうもちろん、うんうん、いらないものになっちゃった、うん、ごめんなさい、これ好きです、あ本当、うん、僕これ最後まで読んでね、なんでこれ最後こんな風にスカッと抜けるのかなと思う、いやでもこれは割とうまく追われてるやん、うんうん、だからおしゃれな感じ、だから抽象名詞にしちゃってるわけでしょ、うん、赤なりかをさ、でも女の人はずっとね男の人にこういう風に思ってほしいんですよ、うん、ただそのあの訳詞そのままはどうかなと思うよね、うん、She wants all the true love of mine、 そのまま入れるんですけど、いやだからなんかそんなに好きなんだなって俺思ったけど、いやそろそろこの辺で言っておかないといけないと思うんだけど、あの俺はサイモン・フミはね、まあ正直言ってバカにしてる、少なくとも今のここ何年かのサイモン・フミはバカにしてる、なぜかというとサイモン・フミがバカだから、それなぜバカだと思うかっていうとね、いや俺自分の本にも書いたんだけど、ある日サイモン・フミの書いたエッセイを読んでたら、サイモン・フミが書いてたの、うん、漫画の読者は、まあ全部読めないんで、まあ、大雑把に俺の印象で大雑把に語るけども、まあ、漫画の読者は興味の幅が小さくて漫画しか読めない、うん、あの漫画以外のことは理解できない、うん、つまり漫画の読者はバカだって言ってるわけ、うんうん、で漫画っていう表現は難しいことは書けない、うん、難しいことは小説じゃないと書けない、だからこれからは簡単なことは、うん、バカな読者に向けた、まあ、そのように書いてないけど、うん、あの訳してしまえば意味としてはね、バカな読者に向けた、うん、あの内容の低いものは漫画で書いて、うん、難しいものは小説で書きます、うん、っていうエッセイだったんだよ、うん、それはねお前いくらでもバカだよと俺は思って、うんうん、愚かだぞサイモン・フミっていう、エッセイを書いて、うん、でサイモン・フミに何か反応しろって書いたんだけど、うん、今に至るまで何の反応もないんだけど、うん、ちょっとそれはね、うん、サイモン・フミはあまりにも愚かだと思う、うん、こんなそんな愚かなやつがね、何書いたって俺は評価できないね、でも その、まあ、今の石川さんの意訳にして、まあ、僕もその元の文章読みましたけど、うん、でもやっぱりその価値観自身がね本当にそれはあれだよね、その文学偉くてさ、そうそう、ね、映画漫画よりきっと偉くてさ、うん、っていうんだ、それまだ信じてられる、ね、世代的には我々と変わらないんだけど、僕はすごいなと思う、なんとなく分かる気がしちゃうのは、うん、さっきのほらあのガムを買ってというシーンあるじゃないですか、うん、だからこの人の頭の中ではもっとイメージすごいんですよ、だと思う、でこの人がライトダウンして漫画という表現に落としたときにここぐらいまでしか書けない、うん、で自分でも納得しないんだ、きっとそれは石川さんが自分のエッセイの中で反論した通り、それは、うん、漫画のレベルが低いんじゃなくてサイモン・フミの技術レベルが低いからそこまでしか書けないだけだっていうのはね、その通りだと思うんだけども、でも本人にしてみたらそれを超える高みが見えてるわけですよ、なんとなく、だからこうつい筆が滑ったかなんか知らないけれども小説だったらっていうふうに書いちゃうのは分かんないこともない、うん、これから小説で書くって言ったんだけど書いたのかな、
いやだから一般的漫画描いてるところを見たら技術レベルが上がって漫画でも描けるってことになったんじゃないの。そうなる、うん、でもこのヒットで何億も稼いだっていう事実がすごい。でね、その事実が関係するんじゃないかと。そうです、それがすごいやっぱ自信だと思うんですよ。ちょっと俺記憶の限りでは内面表現が漫画ではできないのでというような言い方をしたと思うんだけど、あのあなた少女漫画の歴史をっていう話になっちゃうから、うん、あのそれはともかくとして要するにそのさっきも言ったけどそのサイモン・フミっていうのはそのメディアがね、漫画のメディアが非常にコンプレックス、いろんなものを複合して市場をどんどんでかくしてた時期じゃない。でそれの先端を走ったんだこの人。そうそうそう。でそのフィードバックは本人に来るんだよ、うん、でねそれはね僕はそれがそういうことを言わせたんじゃないかとは思うわ。あとねサイモン・フィンの、ね、ジレンマを分かるのはね、その漫画の少女漫画の内面表現だったら確かにいろんなことを書けるのは分かるんだけども、この人が目指してるそれを万人に分かりやすくという安堵条件がついたらすごい難しくなるじゃないですか、うん、だからそのセンスのいい読者だけに分かる漫画を積み上げるだけだったらいけたかも分からない、まあ、この人の資質からしてそっちの方向いかないんだろうけど、うん、でもこの人が思っているそれでなおかつ誰にでも分かる漫画っていうのを安堵条件にしちゃった瞬間にちょっとそこら辺絶望しちゃったところあるんじゃないですか。誰にでも分かる漫画を目指してたかどうかはちょっと分かんないんだけど、だって出発点はだって今で言えば同人誌なんだから、うん、あるんですよ。ただ少女漫画の内面表現がものすごく複雑になって、うん、普通の小説読んでる人にも分かんなくなってきた時代に、うん、だからもう読者のリテラシーすごい要求するようになっちゃったわけでしょ。で今の少女漫画に渡るちょうど端境期にこの人がいたことは確かなんだよね、うん、で実際問題これが売れれば売れるほどそのメジャーな読者っていうのがそっちの方についてきてくれないことも明らかじゃないですか、うん、言ってしまえば、うん、だからそこら辺でなんかジレンマは絶対にあっただろうから、うん、なんかねそこら辺で僕はなんかこう筆が滑ったというぐらいに見えてる、うん、こう好意的に解釈は分かんないけど、まあ、石川さん怒るのは石川さんらしいよ。石川さん怒るのはね、石川さんはねすごい分かるよ。俺はさっき言うと漫画は心理教に入ってて、そう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 、サイモンは恋愛心理教だからそれはもう宗教戦争になる。そうそうそう、だから石川さん漫画の表現の前線っていうのはどこまでも伸びていくっていうふうにやっぱ思ってる人だし、でもまともに怒ったのは石川さんだけでしょ。その表現として、うん、みんな そ,、ね、それは読んでええと思った人いるだろうけど、当時のことだから、うん、いいところやっぱり手紙で書いちゃうところとか、うん、ずるいのかなっていう。でもその手紙は結構いいんですけどね、うんうん、あ内容で内容で、うん、必ずどの作品でも決めどころなら手紙を使って書いてる、ね、やっぱね、あのこの人テキストの人ですよ、うん、そのそう、でも漫画読まない人でも読めるっていうのがすごいんですよ。だからみんな2ばっかりが読んでるわけじゃないじゃないですか、うん、だから小説も読まないし何も読まないけど漫画も分かんないけどこれは読めるみたいな感じ、うん、そういう意味ではやっぱり絶対読者は広げてるよね。そうだからみんなが狙ってない、ね、このここが狙ってない読者は全部いただいたってことじゃないですか、うん、私を含め別に漫画を書く人が全員こう高度な表現を書かなきゃいけないわけでもないし、うん、レベルの高い読者を求めなきゃいけないわけでもないからね、うん、みんなたくさんマスの読者が欲しい、っていう人がいたって全然悪いわけじゃないし、ね、ある時期勝ったっていうことは認めてほしい。そうそう、マスな読者が欲しくて漫画書いたんだけど、マスな読者が高度なレベルについてこないと言って愚痴ってついつい漫画のレベルが低いというふうに言ってしまって石川さんにそこ疲れたわけでしょ。でも勝つための方程式と、うんうん、分かっちゃったんじゃないかと思うんですよ、ね、うん、だってさ、そのおそらく見えてると思うよ、そのサイモンのエッセイの中にね、いや自分が難しい表現をやったんだけど、うん、誰もついてこない、うん、でアスナロ博士の読者にねケストナーぐらい読んでおいてよって言ってるんだよ。それはちょっとね今、マスの読者欲しい割にはついてこいって言ってるのはちょっとずうずうしいよな、うん、だからさ、ね、根がやっぱその変にスノブなとこあるじゃないですか、うんうん、だからその辺なんだと思うけど、でもこれだけ読まれるってのはやっぱすごいことだよ。それはそれで、その分魅力があるんだよね、うん、絶対なんかあるの。いや俺は別に好きじゃないんだけど、うん、きっと魅力ある、うん、あるっていうのは分かるよね。男にとってはこれありえないありえないって意見出てたけど、女の子に私たちにとってはね、うん、これいるんですよ。リカもこの里見も、いやそれは普遍ですよ。今もいるの、うん、女のドラマなんですよこれ。で女の中にはリカも里見もいるの、うん、人いるのって時に具体的な顔思い浮かべたの、うん、だからこれサイモンさんの内面のそれぞれのパートなんですよ。だからこれ書いててサイモンさんが一番ね、俺ねもう勝手に言わせてもらうけど一番癒されたと思うね。赤何かヒーローなんですよ彼女にとっては、うん、なりたい、うん、だと思うの。
だこれ書くと作者としては安心して里見になれるわけでしょ。逆に言うとその赤な自分の中の赤なり家に鎮魂歌を捧げたから私は里見として現実的に楽ちんに生きれるみたいな。そうね、理科になっちゃいけないと思う、ね、赤なり家は成仏させたよな、うん、だって急にアメリカに なんか留学のしたいみに、うん、モンスターの扱い方が存在なんですいやだからあれはゴジラは最後海に帰っていくんですよ。ひどいモンスターものとか怪獣ものって考えるとすごい分かりやすいんだよ。なるほど。だって最後はね、アフリカだ。なんでアフリカかって言ったら野生を象徴してたわけでしょ、うん、でそれが最後東京なんだもん、うん、だから東京は野生ってことになるじゃあゴジラじゃんこれ、うん、ゴジラとかあとあれですよ、あのウバギですよ、諸星大二郎の世界ですよ、ね、だから最後は家庭にいい里見を選ぶわけだからすごいプレディクタブルな感じだと思うんですよね。アフリカってのはつまりあのなんとか世代なんとか一緒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 意味だことだよね、つまり絵もなんたら生物だから来た怪獣なんだよな。そうだから存在だったんだだって最初主役じゃないもんね。存在だと思ってた、うん、思ってました。それは思ってた。だから急にいなくなるから、いやだからありえないと伏線も一番もないでしょ急に行くって言って突然主人公なのにいなくなるんだもんこの人そのパターンはエイジ35でも押収されてるんですよ。いなくなったで江ノ島に探しに行ったじゃないですか。江ノ島じゃないんですけどやっぱね長い連載文書いてるとね話あの最初から最後まで全部話作ってるわけじゃないから収集がつかなくなってそろそろどっかやっちゃおうとか、ね、それあるんだよ。それは仕方ないんだよ。そこで落ち着くところに落ち着けるっていうその方程式が見えてんじゃないかなっていう気がすごくするんですよ。それはだから成仏だと考えるから少女漫画って脈絡でも当然語れないでしょ。中点少年漫画青年漫画でもないのね。だから非常に夏目さんがやりにくいって分かるんですよ。サイモン漫画っていうジャンルを作っちゃったわけ、ね、ある意味ハマればサイモン漫画というのは別にもう同じものようなものでもいいからどんどん読めるわけですよ。ワンアンドオンリーです、うん、ある意味ね。ニッチだからフォロワーがいないんですよ、うんうん、だあといないでしょ、うん、そうなんです。そうね、フォロワーいないね。いないんですよ。だ変な話、岡崎京子はさ桜沢とかなんとかってありうるわけじゃん、うん、その消費的には、うんうん、それもないよね。だからね、その辺のね、なんか あっちの方の女の生き方とか、うん、現代のというふうにいかずに、うん、恋愛って一点集中してるのこの人だけだからね、うん、でもエッセイの分野ではいると思うよ。だからそれがまたまあ、うん、まあ、いいや、うん、いますよ。エッセイとかで書くと、うん、あのこの人はやっぱり現実の関係入れちゃうから、例えばなんで不倫はいけないか、不倫には結論がないからだ、結論とは何か結婚ですよというふうにエッセイで書いちゃう人だから赤なり家がかけらもいないんだ急に関口里美 100% 出てくるんだ。エッセイで書くと本音が出るんだよ。下手して今時だったら負け犬だなんだって話になるわけでしょ。そう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 、だからそのエッセイとかで書くとそうなっちゃうんだけど、自分の中のキャラクターをちゃんと分離して書くと割とこう奇跡のような恋愛ものが書けるから面白いな。 やっぱ文字の人なんだよ、うん、だからそっちにしかフォロワーっていうか流れがつながんないんだよ、ね、うん、あれこの、この、ね、なんかスピリッツだと思ったけどね、なんか事後予告見てたらね、うん、あのなんかのシーン あのカットが乗っかってたんだよ、うん、なんか舞台の上に誰か当たって右手にマイク持ったのをこう上から見てるようなシーンだったんだけどね、なんか変だなとよく見たらね、両手とも右手だったよ。え右手じゃないな、うん、こ両方とも、ね、親指がこっちについててねつまり絵に興味がないんだろうな。急いでたんですよ、ね、急いでたんだ、忙しいんだよ、売れっ子だし。すごい結論だな。石川さんに僕聞きたかったんですけど、なんかね、サイモンさんの目ってね、これこうなんですよね、多分変えてきたんだで普通の漫画家さんこう描きますよね、間が。いやでもそれはね、あの誤解だよ。サイモン・フミの漫画でも、うん、あのそういうここがここの隙間が見えてる漫画、あの絵はいっぱいあるんだよ、うん、あのサイモン・フミが右向かって右の描いてるときには真横からよりちょっと後ろ見てるときにそういうふうに描くんだよね。それ左三島さん、里中って書いてあるけど、そうですすごい、だ忙しいの、忙しいのもうすごい書いてられないの、売れっ子だから、売れっ子だもん、はい、じゃあちょっとファックスいきます。37歳ユーミンさんから石川さんは厳しいですね、サイモン・フミさんの作品は私たち女性の恋愛欲を揺さぶります。聞いてください。37歳子供3人の母の今、大人にならなければと自制していますが、本当は思い切り恋をして感情のままに怖いもの知らずになって相手にぶつかっていきたいという気持ちを思い出させてくれる作品です。細かい場面でドキドキさせてくれるのは女性にしかわからないのでしょうか、はい、ということでありがとうございます、はい、結構あの絵も来てないか、今一応あれなのかっていうことだったんですけども、うん、でも確かに独自のジャンルかもしれないですよね、うんうん、でなんでそれがこの時代にピンポイントだったかってことを含めてね、うん、なんかいっぺんちゃんとやんなきゃいけないな、これね、まあ多分ボーダーの時のバブル論と一緒に出てくるんじゃないですか。4日目じゃあ続けて見ていただかなきゃいけないということですけどね、はい、じゃあ明日もあります、はい、明日は
ハロルド作詞師デックです。ゲストは東野幸治さんと、はい、チャコールフィルターの大塚雄三さんです。お楽しみに、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもどうもまだあるの、まだあります、ね、はい、だいぶあるよあれなんで高見さんが心にもないフォローするんですか忙しいです。